ジョアシャン・ミュラ。ジョアシャン・ミュラ=ジョルディ、1767年3月25日から1815年10月13日は、フランスの軍人で、元帥。ナポレオン国の国王。公式な称号は両シチリア王として、ジョアッキーノ一世、在位、1808年から1815年を称した。アブキール、アイラウ、ドレスデンなどでの突撃で名を馳せた伝説的な騎兵指揮官として知られる。第一統領ナポレオン・ボナパルトの妹カロリーヌと結婚してその義弟となり、ジョアシャン・ナポレオン・ミュラと改名した。帝政期には皇族として許され、ベルク大公爵及びクレーフェ公国の君主、在位、1806年から1808年となり、次いでナポリ王に転じた。旗小屋を営む傍らタレーラン=ペリゴール家の不動産管理人でもあったピエール・ミューラの罰子、12人兄弟だったとして、カオル近郊のラバスティド=フォルトゥニエル、現在のロット県で生まれた。両親の希望で聖職者になるため神学校に入学する。この時の後々まで親友となるジャン=バティスト・ベシェールと出会っているが、全く不向きで、1787年に女性と駆け落ちして奉公された。無一文で放浪していた時にたまたま出くわした騎兵中隊に飛び入りで入隊したことから軍歴が始まり、2年ほどで軍曹にまで出世するが、一時帰郷して小間物屋を開いた。ミュラは風采がよく人気者だったため、郷里のジャコバン派としてかなり有名になったが、やがて軍に復帰し、不沈を繰り返しつつ、若手の騎兵指揮官として頭角をしていった。1792年には少尉になっているが、当時の士官選出は兵士の選挙によっていたため、このことはミュラが部隊でも人気者だったことを示している。1795年のバンデミエールの反乱において、パリ市内での大砲奪取任務の参加者を募集していたナポレオン・ボナパルト、当時ポール・バラスの副官だったと出会い、任務に志願して見事成功させ、王党派の反乱鎮圧に貢献する。ナポレオンはこの功績で脚光を浴びることとなり、ミュラにとっても大きな転機となった。その後、ナポレオンのイタリア遠征に自ら志願して参加し、エジプト遠征では負傷するものの見事な働きを見せ、ナポレオンの側近として、また優秀な騎兵指揮官として、名声を確立させた。1800年には、ナポレオンの妹カロリーヌと結婚、名実ともに、ボナパルト家の一員となる。1804年には元帥に昇進した。数々の戦いでその騎兵指揮官としての能力を存分に発揮し、ナポレオンをして、世界最高の騎兵と称賛せしめたが、高位の軍司令官としては判断力、決断力ともに欠け、元帥昇進後あたりから失策が目立ち始める。1806年に、ベルク大公となり、1808年にはスペイン王となったナポレオン一世の兄ジョゼフに代わってナポリ王位を与えられ、ジョアッキーノ一世を名乗った。しかし、こうした栄達は彼を保守的、対英的にした。また、権力欲が極めて強く、かつ頭が回って気も強い日のカロリーナに焚きつけられて、自らの王国を守ろうとする態度が露骨になるとともに、ナポレオン一世との関係もギクシャクし始めた。1812年、ロシア遠征に参加するが、これが大敗に終わると、自らの地位保全のために、敵国イギリスやオーストリアと独断で交渉を始め、1814年に、至り完全に、フランスから離反した。フランスからの離反の決断とともに、イタリア統一を無双し始めるが、そんな野望が通るはずもなく、ウィーン会議では王位の剥奪が決定された。ミュラはひとたび裏切ったナポレオンの元に戻ることを決意し、イタリア方面での抑えを期待したナポレオンもそれを認めた。しかし、ナポレオンがエルバ島を脱出すると、独断でオーストリアと開戦して大敗し、フランスに逃げ戻った。激怒したナポレオン一世からは、主権を認められず、ワーテルローの戦いの後に、わずかな手勢とともに、ナポリ奪回の兵を挙げて、失敗、逮捕の後に処刑された。おそらく同時代に類を見ないほど優秀な、騎兵指揮官であり、ナポレオンの戦いには欠かせない貴重な戦力だった。素晴らしい騎手にして、サーベルを扱わせれば天下無双、有機胆力全く欠けるところがなく、どんな乱戦にも真っ先に飛び込み平然と静観する勇者でもあった。長身で威風堂々とし、甘いマスクと気の利いた弁舌を備えた大変な伊達男で、自らデザインした派手な軍服に身を包み戦場を疾駆するその姿は、敵味方問わず簡単の的だった。しかし彼の能力は完全にそこまでで、馬を降りれば優柔不断で軽薄で浅はかであり、大軍を指揮する能力も戦略眼も、政治外交能力もなかった。ナポレオンは、こう評している。元帥同士の人間関係では、上述のベシェールとは、親友同士の間柄であったが、ジャン・ランヌやルイ・ニコラ・ダブーからは忌み嫌われていた。自らを中世の騎士になぞらえ、そのサーベルには、座右の銘、名誉と貴婦人のためにを刻み、女性からの賛美の視線を何よりの喜びとした、期待の伊達男の最後は、銃殺刑だったが、その折に彼は銃殺隊に、頭は、撃つな、まっすぐ心臓を撃てと伝えている。しかし無情にも、数発の銃弾は自慢の美貌を傷つけてしまったという。フランス国王に服従した、ルイ18世が、ミュラの処刑を命じたのは、1804年に行われた、アンギャン公処刑の復讐とも言われている。同僚の元帥ミシェル・ネーも、銃殺刑に処されている。ナポレ王位に就いたミュラは、必ずしも、ナポレオン一世のフランスに従属するのではなく、改革派の南イタリア出身者を政権に登用して、自立を志向し国民の利益にも配慮した政策を行った。これは一定の支持を獲得し、ミュラが、廃位、処刑された後も、ミュラ派と呼ばれる政治勢力となって残った。カロリーヌとの間に二男二女を設けた。長男はアメリカ合衆国に亡命し、ジョージ・ワシントンのソーテッソンにあたると結婚して、フロリダで農園を経営した。次男はイタリア統一戦争の際には、ボルボーネ家に代わるナポリ国王の地位に押されたが、実現しなかった。また、父方の10枚は、ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン公に嫁いでいる。その孫レオポルトは、スペインの王位継承問題で、国王候補に推され、不仏戦争の永遠となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。